さすがにダウンアップ停電直しは白いな。あら、ゲソ人切り直しちゃうよ。おおお、お願いします。まあ慎太郎とハイブリさんが対抗したっていうのがねでかかったね。クルーメイトあれ多分俺とかだったらまあすんなりローラーで完結した話だったろうけど。はい、です。はい、です。はい、です。ナイス。よし。よし。はい。うん。はい。はい。うん。今招き終わってねえよな。ショッキング。梅すん。神神さんの動きに迷いが見えますね。今一瞬机に寄ってきたあの動き、うん、かなり無駄のある動きでしたね。すいませんね、本当に、うん、でもね、マジで、すいませんね、なくて20点ぐらい割と良かった。そんなないや、そんなないやり直すよ。2点2点。これはムラリゼロボタンです。プテサス、プテサス、プテサスさん、プテサシ。お、ゲンさんダウンロードですか。もしかしてゲンさんにダウンロードの試練を与える。明らかにダウンロード長くしよう。ゲンさん早むしろ試練を与える前に立ち去っていた。まあダウンロードの時間は人によって違うか。さすがにダウンアップ停電直しは白いな。自分で鳴らすとは思えない。ですか。あら、はい、あら、ゲンさん武器庫っすね。停電直したのがゲンさん。僕はゲンさんと一緒に、うん、停電直したのは僕です。一応ゲンさんと一緒にキッチン脇で一緒にダウンロードアップロードやって、うん、ゲンさんが配電盤前に行ったから直したと思ったけど、はいはいはい、あー OK です、うん、って感じ。いや現在位置聞かせてもらいましょうか。あらまあらあーアーカイブキッチンコミューマイツエンジンシャワーメインです。昇降機左。バラバラ。ボタンです。高田さんって、コミ前通路って、エンジンから入りました？いや、俺はキッチン脇です。えキッチン脇？違う、違う、違う、エンジン脇で、キッチンのタスクやって、で、戻って、コミ前通路です、最後。ハイブリさんってキッチンのどこにいます？ね、セキュリティの通路から入った場所。あ、なるほど。僕は今、多分、うん、うん、バーガーのとこにいます。じゃあ、見えてないかな。うん、僕覚えてるのが、武器庫にキッチン1エンジン1だったんですよ。うん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 。でエンジンの心当たりある人は、あ、エンジンがだからその僕です。慎太郎さん、あ、慎太郎さんがね、その前にシャワーで僕すれ違ってるんで、はい、そっち行ってる、うん、そう、シャワーからメインエンジンって言ってる、うん、じゃあ高田さんではないのね。そのエンジン、キッチン席の通路って映るよね。映ったような気するね。なんか、あ、いや、映んない、今は通路はゼロになっちゃう。ま、てか数がどうでしたか。合ってるかどうかじゃないですか。映ってないとした時に武器庫に、うん、あ、全部は見てないんだよね。だから武器庫最後の2が絶対に犯人のはずなんだよね。うんうん、そうですね、うん、まあ、めっちゃ容疑者位置に入っちゃうけど、めっちゃ容疑者位置。じゃあ自分もちょっとハイブリさんが逆に白ですね。うん、はい、配電盤前待機をしていたっていう証言が僕にとってはちょっと違和感で、僕貨物というか、まあ、待機ではない、うん、停電直った時に配電盤前にいた。ああ、なるほどね。うん、オッケーオッケー。僕ちょっと1秒ぐらいちょっと経ってから配電盤開いてポンポンポンだったから、うんうん、待機だったら僕より早いなと思ったから言いました。うんうん、右で死に合う人は弾いてんじゃない。うん。
ガミさんが俺視点は白出せるかな。そのエレキで直前まで一緒に、はい、直前っていうほどじゃないけど、うん、一緒にはいたので、エレキまでは一緒ですね。そう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 、梅神も無理っすよ。あんま容疑者分かんなかったな、僕視点。あ、でも多分、いや、高田さんっぽい感じがあるけど。いや、分かる。じゃない場合が。分かる、分かる。めっちゃ分かる。めっちゃ分かる。まあ、高田さんがどこ行ってたっけ、ゴミ前通路だっけ。プテトス。プテとハタサコ間違えるな。エンジンにいる慎太郎をかばってるケースか、まあシンプルにハイブリさんが映ってないけど浮き子に行ってるパターン。どこだっけタスク。金庫か。まあ高田さんに見えちゃうけどね。え、あら、ああ、ガミさん。ああ、多分タカラさん。お、今ミーティングルームでタカラさんがボタン下側で待機してて、僕は上側待機なんですよ。で、ガミさんがミーティングの奥にいて、最後下側で戻っていってこのボタンだから、で死んでるってことはもう僕目線タカラさんしか切る人がいないって感じかな。見上げだなじゃあ。違います。ね、ハイブリさんが直してくれた。今直しました。うん、さっき高田さんに投票した3票。はい。藤宮も入れてます。藤さん。真ん中 3人です。誰？畑さこ藤宮さんとす。うん。あ、真ん中3人了解です。藤さん。まあ待ってもないから大丈夫。藤さんって何？まあエンジンで引き返したんですか？あ、引き返してなくてベントタスクあるやんっていう。なるほどね。むしろ白いですよ。コミュニケーションだったからあ、ベントタスク引かったっていう戻りですあれは。なるほど、ね。ちょっと怪しく見えちゃった。了解。いやなんか。俺も後ろにいるのにそれはしないと思うよ。直接話してみたい。もう一回原産キルの話していいですか。はい。どうぞ。右側で死にある人たちっていうのは誰なんでしたっけ。いや、ハイブリからはガミさんとハイブリさんが見えただけでしたね。はい。はい、ハイブリさんこっちだから大丈夫で。梅ケさん右にいるの。僕も見てるし、うん、アドミンでもシャワー位置があるしって感じ。他は不定昇降機右左サントスさんエンジン慎太郎さん、うん、くらいじゃないですか多分。サントスさんエンジンだった？私が昇降機左。そうだよね、慎太郎さんだよね。うん、で慎太郎高だとエンジン沸きして慎太郎さんも高田さんもエンジンに戻ってきてるんだなと思いながら聞いてました。あ、僕はシャワーまで入れて、うん、タロータスクをやってからまたエンジンに戻ってますね最後は。慎太郎さんエンジン巻き？まあいいんじゃない。人はね、人はエンジン巻き。浜田さん2キルでしょ普通に。え？うん、ブリ梅どちらかと見た。まあ一旦慎太郎を高田さんを確定情報で問い詰めた人物として白で置いたときに。まあ、鬼木はアドミン情報を出してて、高田さんが一番ピンチになる情報を出してるから、まああるよね。一人直しちゃうよ。おお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 お僕の目の前で消えました。高田マット。マットが持ってかれてるね。手が持ってかれています。慎太郎さん。あ、じゃあ慎太郎さんか。だと思いますよ。うん。初手切れって慎太郎さん。できるエンジンだから高田さんマットの場合、今入れ替わりとか、うん、まあ何でもできる。できる。はいはいはい。あ、でこれで残しない、手汚したいのが残るのか。やだな。まあ投票でいくと。あ、そうだね、藤戸須畑は、まあ、若干白。おお、いい3人残ってる。栗梅、ね。あ、さっきのじゃあ、梅県の慎太郎さんへのなんか。あれね、いや、その前にね、あ、そう。疑ってたんじゃないか。いや、僕は慎太郎さんを疑ってて、そう、最初に藤宮君と僕と慎太郎さんで一番最初だったかな、うん、アーカイブで湧いて、で、僕が本助けやってる時、藤宮君と慎太郎さん、アーカイブいなくなったから、この2人アーカイブ助けないんだなって、ね。アーカイブダウンロードやってて。あ、
ダメですよ。俺は本当タスクやってたと思うけど。その次のターンに僕がアーカイブまた湧いて、シャワーでタオル回収してタオル入れてたら、ちょっと遅めになんかアーカイブから降りてきてたから、慎太郎さんが。うん、だからタスクないはずなのになんか来るの遅いなってのと、エンジン湧きだったらどうやってここから来たんやろっていうのが疑問だった。やめましょう話をするのは。残りはハイブリさんやな。なるほど。ただ俺何にも会ってないし、コミサボも直してるしな。ハイブリさん。じゃあサントスさん、あとは任せました。はい、頑張ります。状況は作ったんで、はい、3キルで勝ちます。5キロタスク無理なんで、ハイブリさん釣りましょう。レッツギャンボー。ハイブリさんを釣るのはここしかないもん。まあさすがにマットだったら別に釣っていいと思うから、うん、最初にね。うん、あ、おお、ナイスアイテム。よし、これは敵将を打ち取ったり。なんだマジですごい勇気だな、ちょっと怖いな僕。まあでもやりハイブリさんは何も悪くないんだ。俺一度もできなかったんだけど。ちょっと誰かいるし、ちょっとお手洗い行きます。そうなんですよ、全ての罪を俺が背負おうと思ったのが。